ゃあ腕相撲対決したいと思います。ねえ、やだ、本当にやだ。右手。最初は。で、ここで使っていい？いいよ。あり？あり。二人ともありでしょ？はい、いきます。レディー、ゴー！二人、何？本気出してる？ちいちゃんの手も滑る。本気出した？うん。リミ強いよね。そうだね。リミ強いんですよ、案外。じゃあ今度左。私左ガチで弱いから。いきますよ。レディーゴー。ねえ、やる気ないのもう一回。せーの。ちゃんと本気出してしおちゃん。姉として。いくよ。レディーゴー。はい。どっちが勝ったの？リミ。なんで最後ダメだった？うんね。最後までこういかなかったのさっき。うんね。ねって強かったリミ。うん。すごいねリミ。さすが。学校でも強いでしょ。学校でも強い方じゃない？さすが。しないかそんなの。学校で腕相撲しない？してるよ。どう？強い？強い？なんで黙ってんの？強い方？だよね。強い方でしょ。友達にね、勝ってるよ。勝ってるよね。さすがだ。だってママにもすごい強い。最後よ。力抜いてた。じゃあもう一回やって。最後。その時でやって、最初から最後まで。左手の時。じゃあ左手、もう一回左手再戦。はい、私左手調整難しいんだって。調整すんの？どういうこと？調整って。だからさ、でもこうやってやったことない。さっきまでどうやってたっけ？こうやってみようか。ねえ、それでできる？まあいいや。いくよ、レディーゴー。もうこれはりみちゃんが強いということでよろしいでしょうか？いいよ。しおちゃん弱い？もしかして腕相撲弱い方？いや、でも真ん中だと思う。あ、そうなんだ。クラスでもだから女子には勝つけど男子には負ける。そりゃそうでしょ。でもね、女子の中で超強い子がいて、それぐらいの絶対勝たない。いや、まあ男子とやったら男子も強いに決まってるけどさ、りみだって男子にも勝てないでしょ？ねえ、男子には勝てない。だけど男子で勝ってる子いるの？そうなの？いるの？すごいね。その子には絶対勝てないって。ああ、じゃあその子は男子よりも強いの？うん、すごい。すごいよね。うん。尊敬するわ。はい、というとてもつまらない動画でございました。皆さん見てくれてありがとう。本当ありがとう。バイバイ。バイバイ。